待たせたな、かなで。おかえりだよ。ねえねえ、冒険者になれた、なれた？ああ、なれたよ。また、おめでとう。ありがとうな。で、早速依頼を受けようと思うんだけど、かなでは大丈夫かい？うん、問題ないよ。レッツゴー。おいおい、小珍しいな。本物の猫霊族じゃねえか。何か言おうか。実物は初めて見たぜ。あの猫霊族がこんなとこに来たんだ。ん？あなたに答えることなんてないよーだ。お、釣れないこと言うなよ。一緒に飲もうぜ。こんな冴えないガキと一緒にいるよりマシだろ。こらー！私のご主人様は気にしないで。レインは私消してるんだからね。は？し？俺はビーストテーマなんだ。バカ言うんじゃねえよ。猫霊族っていや、最強種だぞ。こんなガキ元気できるわけねえだろ。ではあなたの目が曇ってるからでしょ。レインはすごいビーストテーマで、あなたの何倍も強いんだからね。かなで、このガキが俺様の何倍も強いってか。なら俺の前で力比べといこうじゃねえか。その女をかけてな。かなでを、まさげやしないよな。猫霊族を刺激できるようなテイマー様なら俺なんて相手にならないだろう。俺はどういう構わない。でもここで勝負を避けてもこいつはこれからも奏に絡んでくれない。レイ、その気になったか。奏が危険な目に遭う、それだけは絶対ダメだ。そうそう、手が折れても文句言うなよ。あの希少な猫霊族が手に入るなんざ俺にも運が来たぜ。たとえ悪あでも俺にできることは何でもやってやる。レディーゴー。